こんにちはこの動画は2018年度センター試験数学1・数学 A 第1問2番の1の,解説です2番の,1の問題を見てみましょう全体集合 U が20以下の自然数でありそして A の集合が要素20の約数 B3 の倍数 C 偶数ということになっています それをベースにこれから先ベンズを書いて考えてみたいと思いますそれでは具体的に A の集合の要素を考えてみたいと思います A の集合の要素は20以下の自然数でなおかつ20の約数ということになりますので1、2、4、5、10、20になりますよね B というのは同じように20以下の自然数の中にある3の倍数ですから 3 6 9 12 15 18になるはずですそして最後に C20 以下の自然数でなおかつ偶数のものは2 4 6ずっと言っとて20までですそこで、えー、緑の四角をしたものというのは集合 A と集合 C の共通な要素青い丸をつけたものは集合 B と集合 C の共通な要素。 残念なことに集合 A と集合 B の共通な要素はありません。ということから、これをベン図に直してみると、どのようなことが起きたのか。このようなことが起きるわけですね。よろしいでしょうか。A と C の共通部分。C と B の共通部分はあるけれども、A と B に共通部分はないということを意味しています。さて、そこで回答です。A は、small a は ?A は C の 部分集合であるというふうになっていますけれども実際にはこれが成り立つためにはこのような関係がないと成り立たないわけですよね。A と C の関係というのは全く違う関係ですからこれは間違っているということになります。そして、small b b です。B は、集合、A、と集合 B の共通部分はありませんよ、というふうに言われていますからこれは確かに正しいです。 ということでここでの回答です。s m a l a が間違っていてスモール b が正しいというのは答え二というのが出てきます。よろしいでしょうか。ちょっと見えなかったかな。よろしいでしょうか。さて次にカッコ C、えー。カッコ A と C の和集合と b と,の b との集合 B との共通部分を聞いています。A と C の和集合というのはマーカーで示してみるとこちらが A と C の和集合です。 ここですよねこれが全部 A と C の和集合になります。それに参戦してくるのが B という集合との共通部分になりますので当然これとの共通部分ということはこのエリアのことを聞いてるわけですね。ということで答えは61218ということで 右に書いてある要素と全く同じものが出てきていますのでこの C というのは正しいということが分かりますそれでは D を考えてみたいと思います D の左辺に書いてあるのは A の補集合と C の共通部分の答えと B の和集合ですではまず A の補集合と C の共通部分はどこなのか A の外側と C の共通部分になりますからちょうどこちらがごめんなさい ここがそれに B を和集合で加えようよということですからちょうど答えはこの緑のマーカーここのエリアがこちらの答え,だと答えになるわけですねそれでは同時に今度は右辺に書いてある A の補集合と B と C の和集合の共通部分まず B と C の和集合というのは ここが B と C の和集合になります。そしてこれが A の補集合、A の補集合,合、A の外側になりますよね。A の補集合との共通部分、この外側の A の外側に全部色が塗られた場合、どちらが答えになってくるかというと、共通部分というのはこちらですよね。さあ、マーカーのエリアを見てください。左側と右側のマーカーは全く一緒です。 ということでこの答えは正しいということになりますでは D の答ええー、両方とも正しいということが分かりましたから C が正しく D が正しいというのは00番にマークということになりますこれで第1問の2番の1の解説を終了しますお疲れ様でした